こんにちは、ライブゴーゾーンです。いつもご視聴ありがとうございます。で今ジムニーの車内の掃除をしてきたんですけども、ジムニーの車内って結構汚れ目立ちません？メーターパネルの上だったりとか、四駆のセレクトレバーの周辺だったりとか、あと、シートヒーターのスイッチ周りとか、あと運転席助手席両方ですけど、背もたれをこうリクライニングさせるレバーの周りとか、あとドア開けたところのステップ周りとか、結構ホコリ乗るんですよね。で、まあ比較的頻繁にとかほぼ毎日乗るんで、まあなるべく気持ちよく使いたいなと思って、なるべくそういうところは掃除をするようにしてます。まあ綺麗なのはね、私は気持ちがいいんで、掃除するようにしてます。で、掃除するとき面倒なんですけど、拭いちゃうとパネルとパネルのこう隙間だったりとかにホコリ入っちゃうし、まあ、絨毯のところはね拭けないんで、どっちみち掃除機がいるかなって感じなんですけど、なるべく、掃除機とかでホコリを吸い取るようにしてます。あと、まあ、毛ばたきとか使ってね、なんかかえってホコリ呼んじゃうかなっていう気もしてるんで、なるべく掃除機とかだけで、掃除をすることが多いですね。まあもちろん掃除機こう吸ってる時も多分静電気発生しちゃってるんで、ホコリ呼んじゃってるところは当然あるんですけど、まあ私の選択はそっちかなっていう感じですね。車ね、趣味的に乗ってていじったりするのもとっても楽しいんですけど、やっぱり日常的に維持することが私はとっても大事だなと思っていて、まあ機械物なんでね、とにかくメンテナンスしないと機械が正常に作動しなくなる可能性がありますんで、私はどちらかというとそっちに重きを置いて車に、
コストをかけるようにしてます。あと最近今のうちのジムニーの状態にとても満足してしまってるんで、あんまりこういじる気が起きてないっていうのも一つはあるんですけどね。あ、でもね、タイヤがですねちょっと減って、もう今のオープンカントリーの RT がを新車で買った時に装着してもう3万キロ近く行きそうなので、で山がねだいぶ減ってきたんで、次ちょっとタイヤ入れ替えようかなっていうふうに思ってます。タイヤ入れ替える時はまた動画にしたいと思いますんで、その時はぜひご視聴いただければと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。取り留めのない話になってしまいましたが、またよければいいねボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではありがとうございました。